久保さん。いやまあ、事実をどう見るかですよね。まあ、そこに事実があったとしても、やっぱり人間は感情がありますから、その事実を、まあ、曲げたいというか、賠償化したいというか、でも事実は事実なんで、仕方がないことなんですよね。うん。だからまあ、事実と、向き合うってことが大事なんじゃないですかね。うん。今、自分にお金がない。 うん、お金がないからスーパー行ったら、うん、やっぱ卵、ね、卵200円と98円のがあって、あ、これ美味しそうだなと思っても、お金がないから、まあ、98円みたいな。まあ、絶対なんか買い物するとき絶対思うと思うんですよね。これ欲しいな。でも値、ね、札見て、あ、ちょっと無理,無理だな、みたいな。うん。っていう、じゃあ、じゃあ、100円ずって、そのね、 別にね、なんかその上限なくね札見,見ずにバンバン買う,買うとかそういう話じゃなくて、ちょっとね、ちょっとなんか、あ、これ食べたいなと思った時とか、なんかそういう感情があるわけじゃないですか、そもそも。<laughs> だその時に買えるか買えないかによって、なんか多分幸せって変わると思うんですよね。うん、我慢することが、まあ、あのー、日本は美徳って教えられてるので、まあ確かに我慢することは、 悪いことではないと思いますし我慢することによって得られるものもあるでしょうけれどもお金に関しては稼げばいいわけじゃないですか <laughs> 例えばなんだろうな絶対変えられないことってあるじゃないですか例えば雨が降ってきたっていうじゃあそこに対してねアードコード言ったとしてもいきなり晴れになるわけじゃないから、まあ、今日は雨か我慢だなっていうそこはしょうがないと思うんですよだって変えられないんだから でもお金を稼ぐことは変えられるんですよ。別に転職もできるし、転職も自由にできますよね。副業も今ね、そうそう、ヤフー副業ですよ。ヤフー副業みたいな感じでね、<laughs> なんか出てきましたね。ヤフーさんが副業言うて出てきたし、副業するのも,もだいぶ解禁されてるはずだし、自由じゃないですか。だから単純にそれをやってないだけですよね。だから、それは変えられることをやってないんだから、うん、それだけの話じゃないですか。だけど、いや、それが怖いですとか、 いや、めんどくさいですとか、私にはできませんとか。ただそれは自分で決めてるだけであって、自分が変えようと思えば変えられることじゃないですか。雨をいきなり晴れに変えることは神様じゃないと無理だと思いますよ。できますか晴れ男ですかあなたが台風のところに行ったら晴れになるんですか無理でしょう そんなパワーあるんだったら、モーゼじゃないですか、もう。なんか、モーゼに出てくる。なんか、こう、ブワーみたいな、バーンみたいな、開けるみたいな。モーゼの力持ってるんですか僕持ってないですね。あ <laughs> なんか、なんだっけな、なんかありましたよね。モーゼかなんかで。この、ブワーみたいな、開けるやつ。あ、何の映画だったかなそう。まあまあまあ、あの、変えられることは変えられるので、変えようぜって話です。うん、結局そこに甘んじてるだけなんで、 うん、で、それを結局都合のいいように解釈して、自分を保護する、自分を守る、守ってるだけなんで、うん、その守りからは、あ本当の幸せ自分が得たいものっていうのは得られないんじゃないかなと思いますね。うん、だから自分が本当に欲しいんだあるならば稼げばいいし、本当にそこに住みたいと思うんだったら住めるように頑張ればいいだろうし、うん、やっぱそ,うそこに、 どれぐらい情熱があって続けられるのか、希望があって続けられるのかっていう、ただそれだけですよ。やって、やめんのかやめないのかと。まずやる。まずステージ1ですよね。やるかやらないか。今度ステージ2、やった後続けるか続けないか。ステージ3、結果を出すか出さないかですよ。うん。だから、まあ、結果を出すまでに久、久保さんは結果を出すまで続けた。ただそれだけです。いってらっしゃい。